まあ、ここは長崎がお腹のクロスこぼれている、シュートを決めた、ね、長崎先制、丸岡ですね、丸岡が移籍後初ゴールを挙げた長崎。白方さん、はい、高木監督なんですが今シーズン一番の喜びを見せました。そうですか、ジャンプをしながら飛び跳ねてですね、コーチ陣と抱き合って喜びを分かち合っていました、うん、まあこれ石光選手のミスからだったんですけどね、うまくそこをついて、はい、これいいボールでしたね、そしてこれキーパー見ながらね冷静に逆ついてるんですよね。あ、なるほど、落ち着いていました、ゴール前で丸岡、はい、いや本当落ち着いてましたね、これうまくキーパー見て逆取ってますよね。